ジョシュ・ロナルド・ヘーダーは、アメリカ合衆国メリーランド州ナランデル軍、ミラーズビル出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。2012年の MLB ドラフト19巡目で、地元メリーランド州のポルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・オリオールズで、プロデビュー。 A-9 アバディーンアイアンバーツでもプレイし、2球団合計で17試合に登板して2勝0、敗2セーブ、防御率1.88、48奪三振を記録した。2013年は、A 級デルマーバ・ショアバーズでプレイし、17試合に先発登板して3勝6敗、防御率2.65、79奪三振を記録した。 2013年7月31日に、バドノリストのトレードで、LJ ホーズと共にヒューストンアストロズへ移籍した。移籍後は、参加の A 級、クアッドシティーズ・リバーバンディッツへ配属され、5試合に、先発登板して2勝0敗、防御率3.22、16奪三振を記録した。移籍前を含めた2球団合計では22試合に、先発登板して5勝6敗。 防御率2.77、95奪三振を記録した。2014年は A 級ランカスタージェットホークスと AA 級コーパスクリスティフックスでプレーし、27試合に登板して10勝3敗にセーブ、防御率3.29、136奪三振を記録した。2015年は開幕から AA 級コーパスクリスティでプレーし、 十七試合に登板して三勝三敗、一セーブ、防御率三点一七、六十九奪三振を記録した。六月三十日に、カナダのエイジャックスで行われた第十七回、パンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出されている。二千十五年七月三十日に、カルロス・ゴメス、マイク・ファイアーズとのトレードで、ドミンゴ・サンタナ、ブレッド・フィリップス、 エイドリアンハウザーと共に、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級ビロクシャッカーズへ配属され、7試合に、先発登板して1勝4敗、防御率2.79、50奪三振を記録した。移籍前を含めた2球団合計では24試合に、登板して4勝7敗1セーブ、防御率3.03、119奪三振を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2016年は A 級 b ク種とトリプル a 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーし、2球団合計で25試合に先発登板して3勝8敗、防御率3.29、161奪三振を記録した。この年はオールスターフューチャーズゲームにも選出された。オフの11月18日には、 ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕からトリプル A 級コロラドスプリングスでプレー。6月9日にメジャー初昇格を果たし、翌10日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。7月7日のニューヨークヤンキース戦で MLB 初勝利を挙げた。最終成績は35試合に投板して2勝3敗。 防御率2.08、68奪三振を記録した。2018年4月30日のシンシナティレッツ戦で、史上初となる8奪三振でのセーブを記録した。前半戦を31試合で、防御率1.50の好成績で折り返し、オールスターゲームに選出された。9月21日のピッツバーグパイレーツ戦で、 それまでの試合と合わせて連続する16アウトをすべて脱三振で記録し、シーズン通算で136脱三振となり、左の救援投手として歴代最多となった。後半戦はやや調子が落ちたものの、最終的に55試合に登板して6勝1敗、防御率2.43、143脱三振の好成績を記録した。 自身初のポストシーズンでは7試合を無失点に抑えたもののチームはナショナルリーグチャンピオンシップシリーズでロサンゼルスドジャースに7試合の末敗れてシーズン終了となった。オフにケンリー・ジャンセン、ウェイド・デイビスラを抑えて最優秀救援党首賞を受賞した。サイ・ヤング賞の投票では7位だった。2019年は ジェレミー・ジェフレスやコーリー・クネーベルといった抑えが怪我で、離脱した状態で開幕を迎えたため、抑えと指摘をされた。3月30日のセントルイス・カージナルス戦で3者、連続3球三振を記録した。脱三振率は16.4%と高く、ホイップも低かったが、基本類打率は1.8に上昇した。最終成績は61登板で3勝5敗。 防御率2.6 2 138奪三振だった。ワシントンナショナルズとのナショナルリーグワイルドカードゲームでは7回から登板するも8回裏に西満塁のピンチを招くと不安外に決勝打を許し敗戦投手になった。オフにカービー・イエーツ、ウィル・スミスラを抑えて2年連続で最優秀救援投手賞を受賞した。 2021年5月8日のマーリンズ戦で MLB 史上最速で通算400奪三振を記録した。7月4日に選手間投票で通算3度目となるオールスターゲームに選出された。後半戦では9月11日のインディアンス戦でコービン・バーンズと共に系統でのノーヒットノーランを達成した。MLB 全体では9度目。 球団としては1987年以来二度目の快挙だった。マディソン・バンガーナーに似た変速スリークオーターから投げ込む最速100マイルパーアワー、平均90マイルパーアワー中盤の速球とスライダーを武器とする本格ハサワン。速球の握りはツーシーム。2018年から2020年はチェンジアップをほとんど使用していなかったが、2021年は 投球の1割弱使用した。マックス・マンシーは彼のストレートについてまるで地面から浮かび上がってくるように見える。と表現しているが、速球のスピンレートは 2100rpm 程度とリーグ平均以下で、速球の平均球速は9 6パワーと、リリーバーとしては突出したものではない。であるにもかかわらず、 速球に対して打者がスイングした時に空振りかファールとなる確率は80%以上と極めて高い。全投球の8割程度と高頻度で使用されているにもかかわらず、打者がこれほど速球を捉えられない要因としてリリースポイントの高さが5.3フィートであるのに対し、速球の垂直運動量が9.8インチとリリースポイントが低い割には垂直運動量が 大きいことなどが挙げられている。リリーフながら複数回登板する、いわゆる回漕ぎをすることも少なくないので、登板数に対して、投球回が多い。相性はゲータレードをもじったヘーダーレード。背番号71は、ブルワーズの選手として、スコットラインブリンク以来二人目であり、確かな記憶がないが、17を気に入っているものの、17は、 球団伝道のジムガントナーの番号のため、選択できなかった。2018年7月18日、2011年と2012年に、人種差別、反動性愛的かつ女性別視的な内容を SNS に投稿していたことが発覚し、謝罪した。MLB 機構からの要請により、構成プログラムを受けた。ありがとうございます。